都市周辺に小規模歪みが観測されました。今日は多いな。異変が起きているのか、それとも何かきっかけが。念のため警備隊に連絡を入れておこう。さあ急いで結社に向かおう。うちのマスターそろそろ居眠りしそうな時間だ。おい、大丈夫か？もしかして何か思い出したのか？あれはエヘメラ様だろ？そうか、それも忘れてるのか。何か思い出せそうか？ああ、そうか。まあ知り合いでもないし仕方ないな。エフェメラ様はこの都市スカラード・カエレム建国の祖であり、初代キーブレードマスターとして原始にあるお方だ。あ、今ので何か思い出したか？ん？どうした？なんだよ、びっくりした。ああ、これはお前のキーブレードの錆か、ハートレスと戦った時にでもついたんだろう。それより、先を急ごうぜ。しまった！ここにも出たか！いや、こら！もう大丈夫そうだな。先を急ごう。都市内にハートレスを検知。異変の原因はこれか。結社に出動要請を。それが本家直属はほとんど出払っていまして、残っているのは居眠り。バロック結社か。さあここがうちの結社だ。まあ少しばかし古びてるけど、安心してくれ、意外と壊れないから多分。おい、そこの君たち、止まりなさい。都市警備隊員か。俺たちに何の用だよ。少し前に海岸で傷害事件が発生した。君たちはどこにいた？目撃情報があったが、特徴が君たちと一致する。本部まで同行してもらいたい。傷害事件なんて知らねえよ。確かに海岸にはいたけど、それは歪みの調査でこいつが倒れていたのを保護しただけだ。倒れていた？だったらなおさら不審じゃないか。確かに不審ちゃ不審だけど、目撃情報ってなんだよ。証拠や確証があるわけじゃないんだろ。錆びたキーブレード、その痕跡が被害者に残されていた。お前、記憶喪失って本当は。どうやら二人とも心当たりがあるようだな。さあ、おとなしくこちらに来てもらおう。その必要はないね。二人を強制的に連行したいなら、
令嬢がいるはずだ。まずはそれを見せてよ。令嬢は出されていないと。一体こいつは誰の命令なんだろうね。ま、つまりそういうことだ。どういうことだ。何なんだ君は。何が言いたい。失礼。僕はバロック結社のオペレーションマスターネプト。一応法令結社審問会のメンバーも兼任している。まあちょっと欠席気味なんだけどね。どうもマスター。とはいえレムス君、警備の方々に手間を取らせちゃいけないよ。はい。あれ、我々は一体。お仕事ご苦労様です。おう行こう。厄介だな。それは？バレたな。さすがオペレーションマスターといったところか。やる？いや、これで所在は分かった。もう少し泳がそう。